平野紫耀、神宮寺ゆうたぐずみにつけ男性歌手のライブに参戦参戦。最高空間のおすそ分け胸厚の声。日本の音楽業界における最新の動向として、元ジャニーズ事務所所属の平野紫耀と神宮寺ゆうたが、個々の音楽キャリアを追求する新会社、とべ、への所属後、ライブイベントに参戦し、ファンから大きな注目を浴びています。 この記事では彼らの最新のライブ体験について彼らのファンから寄せられた喜びの声とともに詳しく紹介します。5月にキングプリンスから脱退した平野紫耀が自身のソーシャルメディアアカウントを活用して彼の音楽キャリアに新たな一歩を踏み出しました。 平ヤは16日にラッパーでシンガーソングライターのクレバのライブイベントに神宮寺勇太と共に参戦したことを報告しその瞬間を公開しました。平ヤは投稿の中で大好きなあの曲そして最高なあの曲全部最高でした。とのコメントと共にクレバのマフラータオルを持った彼らの2ショット写真を披露しました。この投稿に対して クレバも自身のソーシャルメディアで、勘に来てくれてありがとう。と感謝の意を表明し平野と神宮寺のライブ参戦にファンから大きな反響が寄せられました。SNS 上では、胸厚、楽しめたみたいで本当に嬉しい。軸平最高、最高なあの曲を二人で聴けてよかった。最高空間のお裾分け。 といったコメントが続々と投稿され、平野と神宮寺のライブ参戦がファンにとって特別な瞬間であったことが伝わりました。新たな一歩を踏み出した、とべ。平野潮と神宮寺ゆうたが、とべに所属してからの数か月間は、彼らの音楽キャリアにおいて新たな冒険を意味しています。 ジャニーズ事務所を退社した後、滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、は、若いアーティストたちが自分自身を表現し、新しい音楽の世界を探求するためのプラットフォームとして注目を集めています。この新しい挑戦により、平野と神宮寺はファンに新たな音楽体験を提供し、彼らのアーティスティックな成長を追求しています。ファンの喜びと指示。 平野紫耀と神宮寺勇太のライブ参戦に関する SNS 上での反応は彼らが多くのファンから愛されていることを示しています。彼らの音楽への情熱と才能がコンサートやライブイベントを通じてファンと共有され感動と興奮が広がりました。特にクレバのライブでの2ショット写真は ファンにとって特別な瞬間となり、その場にいるような感覚を提供しました。結論。平野耀と神宮寺勇太が飛べに所属し、新たな音楽の世界を追求する姿勢は、日本の音楽業界に新たな風を吹き込んでいます。彼らのライブ参戦に関する SNS 上での熱狂的な反応は、 彼らがファンからどれほど愛されているかを示す証拠であり、彼らの音楽キャリアが今後もさらなる成功を収めることは間違いありません。彼らのファンと共に、平野紫耀と神宮寺勇太の未来に期待しましょう。